日本の末日聖徒イエス・キリスト教会とは20世紀初頭にアメリカ合衆国ユタ州ソルトレークシティから日本に伝わり全国へ広がった日本国内における末日聖徒イエス・キリスト教会のことである。文化庁の宗教年間では末日聖徒イエス・キリスト教会は他のキリスト教系の新宗教とともに新教の項目に分類されており、 平成29年度版においては、信者数12万6500人で、日本キリスト教団の信者数11万7773人を上回り、文化庁の分類上は事実上日本最大のプロテスタント教団となっている。また、64の家族歴史センター、261のワード及び支部、集会所は300近い数がある。日本に、末日生徒、 イエス・キリスト教会が伝わったばかりの頃、宣教師のほとんどは英語圏から派遣されていたが、今日では日本人をはじめとする様々な国籍の宣教師も活動している。宣教師は大きく、専任宣教師と夫婦宣教師、法師宣教師の3つに区分される。専任宣教師には原則として男性は18歳から25歳までの 女性は19歳からの健康な男女が任命される。彼らは日本全国の様々な地に赴き、男性は2年間、女性は1年間半、不教活動を行う。活動の一環として、地域社会への貢献を謳い、宣教師の無料奉仕による英会話を行っている。この、語英語ミッションスクールと称する無料教授は、日本各地に点在する、末日生徒、 イエスキリスト教会の施設を利用して行われている。教授は3人から10人ほどで構成されるグループを対象に行われる。教室の中で開始と終了の際に、1 0 0人選教師による簡単な祈祷が行われたりすることがある。しかし改修または入信を強制することはないという。日本東京神殿日本、福岡神殿日本、札幌神殿末日生徒、 イエス・キリスト教会で神殿と呼ばれる建築物はこの教会の特色の一つである。同教会の信徒たちはこの建物の中で教えを受け、礼拝場の儀式を行う。教会員同士が永遠に結婚する場合はこれらの神殿で儀式を行う。2016年時点で日本国内には三つの神殿がある。日本東京神殿は末日聖とイエス・キリスト教会が アジアで初めて建てた同教会の神殿である。末日聖徒、イエス・キリスト教会として20世紀に建てた神殿の18番目になる。日本東京神殿は1975年8月9日に非公式が行われ、1980年10月27日に大館長スペンサー・ダブリュー・キンボールによって奉建された。東京都港区南麻布5丁目8の0にあり、 最寄り駅は地下鉄広尾駅である。この神殿の近くには日本支部である管理本部がある。日本では後に福岡と札幌にも末日聖とイエスキリスト教会の神殿が建てられた。日本福岡神殿は末日聖とイエスキリスト教会が建てた同教会第88番目の神殿である。日本国内では東京神殿に次いで2つ目の末日聖と イエススキリスト教会の神殿である日本福岡神殿は1999年3月20日に非公式が行われ2000年6月11日に奉険された福岡県福岡市中央区平尾城水町9-15にあり最寄り駅は地下鉄役員台通駅である神殿の隣には福岡市道植物園がある日本札幌神殿は 末日聖徒イエス・キリスト教会が建てた同教会151番目の神殿である。日本国内では福岡神殿に次いで3つ目の末日聖徒イエス・キリスト教会の神殿である。日本札幌神殿は2009年10月3日の同教会の総大会において、同教会の大官長トーマス・エス・モンソンによって建設計画が発表され、 神殿春行後の2016年8月21日に同協会の十二首都定員会会長ラッセル・エムネルソンによって剣道された。封建後は一般の北海道札幌市厚別区大谷地西一丁目六の一にある日本札幌神殿の高さは38.7メートル。建物面積は約4500平方メートル。敷地面積は 約39,700平方メートルである。中階部分あたりまでは、どっしりとした四角形に近い形状になっており、その上の中央に、海岸状の大きな塔が立っている。中央の大きな塔の周りには4つの小さな塔があり、小さな塔の屋根は、日本の50塔の屋根に見られるような、先端が少し上にカーブした特徴的な形状になっている。神殿の外壁には、 厚さ4センチメートルの中国産の見陰石が使用されており、日本の伝統的な模様である青海派も刻まれている。また、窓ガラスの模様には、朝の葉や尻尾の模様もモチーフとして使用されており、日本文化を思わせる雰囲気を持っている。神殿の庭園にも日本の文化的要素が取り入れられており、それは京都などの日本の伝統的な建築を思い起こさせる石庭。 石造りの橋、人工の滝や池等に見られる。また、同教会の神殿の多くに見られる特徴であるが、札幌神殿も他の神殿と同様、中央の塔の上にはラッパを持った金色の天使の像が立っており、建物の入り口上部には、主の実や世を主に捧ぐの文字が刻まれている。日本札幌神殿の竣工後数週間は、一般の来訪者に、 神殿内の各部屋が公開された。建物の方見後は、同教会が発行する、推薦状がなければ、内部に入ることができず、一般の来訪者が、神殿の内側に入ることはできない。推薦状は、同教会の神霊を受けて、教えを守って生活していることが認められたものに、対してしか発行されない。同教会にとって神殿が極めて神聖な。 礼拝施設であると考えられているためである。しかし、一方で、建設後から封建までの間に、オープンハウスと呼ばれる、一般公開の期間が設けられ、その期間は、神殿内部を案内するツアーが催されて、一般の来訪者も簡単な説明を受けながら、神殿内部の各部屋を見ることができた。ただし、建物内での写真撮影は禁止された。また、 同協会は公式に撮影した神殿内部の写真や映像をメディア向けに公開しており動画による疑似的な一般公開ツアーを同協会の公式ウェブサイト上に掲載したり同協会の機関市場でも神殿内の各部屋の写真を載せた市場館内ツアーの特集を組んだりと積極的な公開を行っている2016年7月7日付の 北海道建設新聞の記事では、同協会から提供された神殿内の部屋の写真が、一般公開の紹介と共に掲載された。日本札幌神殿内の主な部屋として、バプテスマ室、ホール、教えの部屋二つ、日の生えの部屋、結び固めの部屋、花嫁の部屋がある。バプテスマ室で、最も特徴的なものは、バプテスマフォントである。イメージとしては、バプテスマすなわち、 心霊を行うために、水の張られたプールのようなもので、大人が数人入れるほどの広さであり、形状は円筒状である。フォントの材質はわからないが白色、または乳白色の大理石のような様相で、フォントの外壁には彫刻のような細工が施されている。フォントの下には十二頭の牛の像があり、この十二頭の牛は円形状に並び、それぞれが円の外側を向いて立っている。 ただし、円状に等間隔ではなく、3頭ずつが少しまとまりを持って並んでいるように見える。本とは、この円の外側を向いて立っている12頭の牛の中心に、これらの牛の背に乗るような形で作られている。牛が立っている床には、イスラエル産のギャロタ風大理石が使用されている。牛の上に乗っているため床から、本との上側までは少し高さがあるが、 フォントへの入り口や人が行き来する場所は、牛が立っている床よりも高い床になっており、高い床の縁には金色の美しい手すりが設けられている。部屋はおおよそ白を基調としているが、焦げ茶色の魔法ガニーのような色合いの木材が壁や天井のところどころに使用され、それが金星の取れた美しい模様となっている。フォントの入り口近くの壁には、キリストがヨルダン側で、 バプテスマのヨハネから神霊を受けた時の様子の絵が描かれている。ただし、この部屋は、少女が入信のために受けるバプテスマの儀式には用いられない。この部屋は、すでに亡くなった先祖たちのために、信徒たちが身代わりでバプテスマを受ける際に用いられる。伝道部とは、宣教師の活動を管理し、指導する部署である。日本には、現在、7カ所の伝道本部がある。 このほか2012年までは、中国、四国地方を担当していた日本広島電動部も存在したが、組織の改変に伴い閉鎖され、機能を神戸電動部へと移管した。地元の会員の集まりはワード、または小規模であれば、支部と呼ばれ、それらの集まりが、ステークである。ステークとは、教会によれば、幕すなわち教会が、 ステークによって支えられるという旧約聖書の幕のたとえによっているという。ステークの他により小規模の集まりである地方部がある。地方部に属するワードは支部と呼ばれている。現在日本には29カ所のステークがある。ありがとうございます。